藤田志郎藤田志郎昭和9年1月9日は、日本の農商務官僚、貴族院直線議員、島国賭場出身。賭場藩氏藤田隆蔵の三男に生まれ、出生地は、越後国西神原郡や彦村、東京帝国大学法科大学卒業。明治18年、外務省に出資し、雇用係外交官社保、外務省参事官となり、 ベルリンやウィーンの公使館に勤務した。その後、提心省に展示、三時官と、後藤祥二郎提心大臣の秘書官を兼ねた。さらに、明治25年には、農商務省に展示、三時官、後藤祥二郎農商務大臣秘書官、特許局長、農務局長を歴任した。明治31年5月から7月まで、農商務次官を務め、11月に再任された。 明治33年二次官が総務長官に解消されたが、そのまま留任して翌年まで務めた。退官後、貴族院議員に直選された。金景官志向。その他日本火災保険社長、台湾政党会長などを務めた。東京府芝区三田二丁目、現東京都港区三田二丁目に存在した屋敷は、第二次大戦の戦災を免れ、戦後香川県に売却され、 現在、東京さぬきクラブとなっている。敷地内には、当時の土蔵、木造建築が現存する。ありがとうございます。